すごい、初めてだ、誕生日ディズニー。人生で一回もあるなんて思わなかった。これ初めてじゃん、貼ったの。初めて。マジ、いつ最後行った？本当にもう5年前とかだよ。ちょっと社会人になってから行ってない、イメージないもん。そうだよね、行ってるイメージが。来た来た来た、嬉しすぎる。かわいい。汗かいた。和田さんはみんなをハロー、朝霧寮です。そして和田さんです。和田さんです。バースデー和田さんです。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。じゃーん、ディズニーランドに。今日はもう5時過ぎてるから、まったり大人なディズニーランドを楽しもうかと思います。思います。そうです、和田さん、この姿から抜け出して完全にディズニー仕様の和田さんを楽しんでいきたいと思います。行こう。パキン。まずはやっぱりコスチュームですね。ディズニー何が好きなの？ちなみに和田さんは。ディズニーなんだろう。これ好きだよ。あ、これ好き。かわいい。これすごい。あ、モンスターズインク。え、好き。私これ好き。私これする。私これ欲しい。え、これ何？え、ブーだよ、ブー。え、かわいいよ。めっちゃかわいくない？これ、え、これめっちゃかわいい。え、これにする、これにする。え、めっちゃかわいいよね、これ。やばいよ。立つ、立った。かわいい。これにする。え、ブーじゃん。ブー。結構即決じゃない？このやつもいる。これ一番なんかさ、愛情湧くんだよ。え、ちょっと待って、和田さん、今日服熱くない？ちょっと熱いよね。本当あれなんだよね。そうだよね。じゃあ、買わなきゃ。嘘でしょ？もちろん。え、待って、ほら見て。え、かわいい。なんなんこれ、すごいね。めっちゃかわいいんだけど。イエーイ。お、どうぞ、姫。嬉しい。かわいいじゃん。いや、すみません、ありがとうございます。かわいいよ。見て、ここすごいな。やばい、ちょっとテンション上がってきちゃった。行こう行こう。パキン。まず、今回は大人なディズニーっていうことだから、食べ物を楽しんでいければと思います。なんか嬉しい、そんな。モンスターズインクのとこ行こうか。やばい、ドア開くぞ。あ、いいねいいね。トルグリーンマン。美味しそう。食べよう。飲み物いる？オッケー。ただいま。わー、かわいい。え、かわいいよ。こんにちは。うめー。汗かいた。じゃーん。リトルグリーンメン。メンじゃないマン。わー、食べたかったやつ。いただきます。私初めて食べた。しっかり美味しいんだね。めっちゃ美味しいなあった。パキン。次、私たちが目指すのは揚げ春巻き。ディズニーランドグルメの旅だな。揚げ春巻きがめちゃ美味しいと聞いてやってきました。トゥーンタウン。トゥーンタウン。すいません。あ、揚げ春巻きってどちらにありますか？あれない？あ、すいません。詰まっちゃってますね。そうなんだ。わー、残念。みんな閉まっちゃった。早く行った方がいいよ、食べるんなら。なくなっちゃったってどういうこと？もう取れた。うん。パキン。次が肉。これ超食べて、やってるかな。やってるかな。これ超食べたいな。スモークチキン。スモークチキン行ってみようか。うん、行こう行こう。さっきさ、クイーンオブハートのバンケットホールっていうとこに行きたいわけよ。クイーンオブハートのバンケットホール。そうそう、行こう。ここ、ここに来たかったの。へぇ。じゃーん、かわいい。かわいいよ。はい、こちらクイーンオブハートのバンケットホールです。え、めっちゃ可愛くない？見て見て。かわいい、かわいい。やばいよ、めっちゃ可愛いよ。いい感じ、いい感じ。あ、かわいい。ありがとう。かわいい。私初めて入った。あの口の中が入り口なんですよ。そうですよ。え、かわいすぎる。やばい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 。なんで今まで入んなかったんだろう。え、待って。かわいい。ねえ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 、椅子見て。これ芋虫？イモムシじゃないでしょ。お花だよ。あ、ごめん、間違えた。ちょっと恥ずかしかったから。あ、すごい。おお、出てきた出てきた。そこまでやってくれるの。おお、
いな。大丈夫？ハッピーバースデー。はい、こんにちは。私一番好きな場所になった。ここが。嘘。ディズニーランドの中で。ナンバーワン。ナンバーワン。一番好きな制服です。かわいい。似合いそうですもん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん。ローストチキンと私はハンバーグ。かわいい。ハートなんよ見て。ブロッコリーもなんかハートに見えてきた。違うかな。ありがとう。やばい。ハッピーバースデー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wada-san. Happy birthday to you. うまい。嬉しいよ、私は。Wada さんのバースデーを祝えて。こんなになると思わなかった。思わなかった。こんなあの YouTube のなんか合宿 YouTube 合宿と呼んでれたけど、私は超鬼の合宿だったよ。 YouTube のなんかね、なんかのまあなんかのパーティーの合宿があって、それで出会ったよね。最初のコラボとか思い出してください、皆さん。懐かしい。なんか謎にポーチの中身とかやってたよね。でもあの頃からなんか汚っ。和田さんはみんなわかんないかもしれないけど、本当におちょこちょいだし、あすごい、マジで言われるそれよく。いや本当にね、もうなんか和田さんって思うことがたくさんあるの。でもそこがすごい好きなとこなの。だから私はもっと出していきたい、和田さんのやばいところ。でも本当に和田さんは強い、こう見えてね。強いし弱音吐かない。なんかすぐ笑いに変えちゃうじゃん、なんでも。だから私はもっと今年1年は見せてほしい、弱い部分をね。誰に？浅木に。あ、私に。誰に？あとやっぱり優しすぎるなって思うし。そう、本当に思うよ。私はもう朝にはずっとマジで YTFM の合宿で出会ってさ、本当にさ、いつもさ刺激もくれるしさ、当時からさ恐ろしい力でさ、どんどん成長して、どんどんいろんなさ、ね、大変なこともあろうにさ、いろんなこと乗り越えてさ、どんどん夢をさ叶えていく姿がすごい頼もしくて、なんかいつもありがとうって思います、新しい挑戦するたびに。だから朝の目の前で私も背筋を伸ばしてね、いい友達としていれるように私も頑張りたいと思います。ありがとうございます。バキュン、イエーイ。ベースマウンテン乗ります。乗ります。やばい、しんどい、しんどい。歯が浮いてきた。やばかった、めっちゃ怖かった。なんか年々怖くなってる。めっちゃ見たい。無理だ。叫び声にマジ笑いすぎてたんだけど、もう途中から笑ってられなくなってきた。吐き気がすごかった。シンデレラ城です。ねえ、シンデレラ城ってさ、何メートルあると思う？200メートル。てっぺんに行くにつれて、ちっちゃく作ってるんだって、屋根とかを。だから遠近法ですっごくでかく見えるけど、実際は51メートル。そういうこと？めっちゃ大きく見えるね。ねえ、きれい。お城の中、和田さん、シンデレラ城の中のこの壁画の中に、宝石が1個だけ組み込まれてんの。これをお願い事しながら触ると叶うんだって。え、何それ。見て、ここすごくない？宝石なの。だからお願い事して。ここ？そう。座った？秘密。和田さん、バキュン。今日はこれでおしまい。おしまい。最後はウォルトのことを思うと非常に涙うるうるしてしまいました。感動したね。東京ディズニーランドは閉園時間。楽しい日々を過ごしていただけましたでしょうか？はい、今日はこれでおしまい。和田さん、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。本当に皆さんも本当にありがとうございました。これ
これからも私たちをよろしくお願いいたします。私たちもボルトみたいにワクワク届けるように頑張ります。絶対に頑張るからね。じゃあねみんな、じゃあ次の動画も見てね。バギューン、バギューン。